さて今日は釣りに行くときにこれさえ覚えておけば大丈夫という結び方を4つご紹介しようと思います。それぞれの結び方をどんなときに使うのか、どうやったら簡単に結べるのかなど、できるだけ分かりやすくお伝えしたいと思いますので、どうか最後までお付き合いください。それでは早速参りましょう。まずは最も基本となる結び方、8ノットのご紹介です。カレイやキスを釣りに行くときにこういう仕掛けを使いますよね。そしてここに糸をつなぐために輪を作るわけですが、この時の輪の作り方をご紹介いたします。それではご確認ください。次は8ノットを使用しつつ、ちょっと釣りっぽい結び方のご紹介です。リールを使わない竿のことを延べ竿と言いますが、その延べ竿の先端と糸を結ぶ方法になります。さてどんな結び方なんでしょうか、ご確認ください。
さて次はちょっと本格的な結び方、ダブルクリンチノットのご紹介です。この結び方は仕掛けに使用しているサルカンやスナップ、ルアーへの糸の結び方になります。さてちょっと本格的な結び方になってきましたが、どうぞご安心ください。親切丁寧にお教えいたします。それではご確認ください。さて、いよいよ最後の結び方です。リールの糸が足りない、仕掛けが切れた。釣りをしているとそういうこともあるかもしれません。そういう時に役に立つのが、連射結びという結び方です。これは、糸と糸を強力に結びつけることができて、かつ比較的簡単な結び方になります。それでは、今回最後の結び方を始めてまいりましょう。Thank you.
それでは今回の動画はここまでです。いかがだったでしょうか。初めての釣りで使える結び方を4選ご紹介させていただきました。ぜひマスターしていただき、明日の釣りへつなげていただけたら幸いです。